さあ始まりました、アジングへ行こう。今回は日本の本州最北端に位置する青森へとやってきました。東は太平洋、西は日本海、北は津軽海峡に面し、ショア、オフショアとソルトゲームが非常に盛んな青森。青森空港で矢部さんと落ち合います。おはよう。はい、やってきましたね。はい、来たで来たで。ここはどこですか。どこやって、青森やないか。お前あれが見えへんか、あのねぶたの映画。青森でございます。青森へやってきました。涼しいな。えらいこっちゃで、これ寒いで、夜になったら。いや、寒いですか。寒いで、そんな格好したらあかんで。今だって7月でしょ。いやあかん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 、夜になったら絶対震えるわ。夏のアジング青森はどうなんですか。いやいや、夏面白いよ。これずっともう6月ぐらいから面白い思いをしてるんやけど、でもちょっと今一呼吸というか一服状態かな。うまくいけば釣れるし、まあ、小さいサイズだけども数は釣れるというふうな感じになるかもわからない。そんな感じ。いろいろと楽しみあるじゃないですか。食いもんかな。やっぱりうまいで、こっちは。そうなんですか。何でもうまい。マグロがうまい、特にな。マグロが早食べたいし、ホタテも食べたいし、それだけでスタメンに来てんやで。楽しい夏休みの味。ああ、紹介せなあかんわけ、俺が。ああ、なるほどね。わかったわかった。適当に、そっちは食べる方をメインでいきたいと思います。よろしくお願いします。矢部さん、よろしくお願いしますよ。まずは日中にアジが釣れるということで、日本海側に位置する西津軽郡深浦町の港へとやってきました。これ深浦のですね、まあ、港なんですけれども、ここでまあ昼間にアジが釣れるというところで、ちょっとまあデイアジングを見せれればいいなというところで今やってきました。このスロープ際にアジがおるんですね。でスロープからでも釣れるんですけれども、まあ、こちらからやることもできる。まあ、どういうふうな形になるかわからない。今ちょっと風がですね、こっちから吹きつけるような感じですね。まあ、本来はスロープ側からやる方が釣りやすいとは思うんですけども、あえてこう横の風でこの面を釣ってみたいと思いますので、まあ、一度見てください。よろしくお願いします。まずですね、今日のタックルですね、まあ、ロッドがですね、ガイドポストの LHR6 級ですね。まあ、結構毛がかなり生えてるんで、でまあ、かなり強引な釣りもしなきゃいけないというところで、まあ、ちょっと丈夫さを持ってきました。6球を持ってきました。でラインもですね、その関係でピンキーの03ですね。で、リーダーがジョイントラインの、まあ、1.2 号ですね。5ポンドを使ってます。でジグヘッドですけども、ストリームヘッドのですね、今 1.5g ですね。 1.5g にタープルの紅白ですね。今ちょっと風上に投げてるわけですね。でカウントをちょっと入れて、してシェイクをして、まあ風に流してるわけなんですね。風が吹いてるのに、そのままこのたるみをですね、取らないんですね。風に吹かしてそのまま持ってくるんですね。あ、ちっちゃいのが当たりますわ。デイアジングの釣り方は動かして止めるのが基本。活性の高いアジに見つけてもらうことが優先なんです。レンジがね、もうバラバラなんですわ。で今かわいい、これは穴ハゼですね。いきなり釣れたゲストはかわいいかわいい穴ハゼ。これでもこの地域はそのデイで釣れる、うん、日本海側はデイで釣れること多いよ。ここだけではなしに、新潟もそうやし、山形もそうやし、結構昼間釣れます。そうそうそう、日本海独特やと思うけどね。昼間入ってきて、で夜と入れ替わるような感じで、魚がこれぐらいの小さいね、イワシみたいなものが入ってきおるんですよ。でそれを追っかけて入ってるみたいな感じなんですよ。イワシと言うたらいいんかな、なんとも言えん、こうち
っちゃいな、うん、メダカの子供みたいなやつなんですけどね、それがね結構入ってきとるんですよ。でそれを追いかけて一緒に入ってきてるみたいな感じなんですけどね。だからこれあのずっと魚がこうくる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 回っとるんですよ、この中。だからここいなくなったら向こう側へ行ったりいろいろしとるんですよ。で動けば当たるんで、ちょっと動きましょうか。ちょっとこのスロープをずっと向こう側へ、スカイって。夜とは違い、アジが一箇所に集まっていないため広範囲を探すことが大事なんです。まあ、一番ゴミが溜まってるとこなんで、風が溜まってるとこですね。ですからひょっとしたらまあ魚も溜まってるかなというところでやってみたいと思います。で風はあの向かい正面から受ける方が楽なんですね、何にしても。でレンジがどこのレンジか分かんないんで、とりあえず上からやっていきます。あーちっちゃいのはいるな。うん、豆は当たるね。サイズが変わるのがいつなんかな。で今入ってるやつがちょっと豆っぽいんですけれども、これがだんだんサイズが上がってくるような感じになります。時間とともに入れ替わってくるんですね。矢部さん、釣れてませんか？釣れとるんですけど、そう、豆や。穴ハゼだらけやな、ここ。なんであんなとこに穴ハゼおんやろ。ま、サイズアップ。なんちゅうこと言うてくれるんや。穴ハゼパターンに入ってるやん。うわ。大きな成長しとん、ね。巻き木やんこいつ。日本海面白いんですけどね、こうやって昼間釣れるから。ただあの夜のそのいわゆるプランクトンをメインで食べてる釣り方とちょっと違うんで、どちらか言ったら目立たせるような形で釣るというような感じなんですね。活性が高いんで動かして止めるの繰り返しなんですけどね。港にはアジが入っているはず。とにかく広範囲を探します。かかったけど難しいな、お前このサイズをこう釣り上げてくんのはすごいやろ。これが日本海の豆アジです。でこれがだんだん大きくなっていくんです。こう小さいからあそこのね藻ですぐに外れてしまう。これもアジはアジです。豆アジですがようやく一匹目。豆アジが釣れたポイントを外し型のいいアジを狙うのですが、当たっとるな。よっしゃ、かけた。かけたんやけど、あのサイズやからね。あ、外れた。めっちゃ難しい。どうやら豆アジがたくさんいる様子。この、よしよしよし。今度はうまいことやるで。今度はちゃんとかかってるし大丈夫。ほら。先ほどより少しサイズアップ。量系のアジを探すのですが、どうにもまだ港には入っていない様子。それでもこまめに移動しながらアジを探っていきます。これは豆やな、豆さんですね。豆さんあげるときはね、浮かしたらあかんのですわ。こうやって水の中連れてこなあかんですよ。水の中連れてきてここまで来たら浮かしてやると、こうやつが釣れるんです。あかんがな、あんたでは。そして
豆が入れ食いだってきた。ほら魚の活性が上がってきたね。豆アジは釣れるもののサイズが伸びません。まあ今ずっとやってるんですけどサイズが上がらないんで、なかなかまあ夕まずめになってしまうのも嫌なんで、ちょっと今のうちもう一箇所動いてで見てみます。でそこでサイズがどうなのか分かんないんですけども、多分もう少し状況が違うと思うので、ちょっと南の方へ下がってみますのでよろしくお願いします。視聴者がアジングで悩んでいることや今さら聞けないアジングのテクニックなど、矢部克実が視聴者の質問にズバッと答えるアジング道場。ドントマインド30代さんですね。矢部さんこんにちは、アジング初心者です。アジングということで夜からの釣りが多い中単純な質問ですみません。ラインなどの状況を確認したくてよくヘッドライトで海面を照らしてしまうことがあります。やはりその光はアジなど魚にとってのプレッシャーになったりしますか。何気に番組に出てくるグルメも楽しみの一つです。ありがとうございます。ですね、ライトなんですけれども、まあ、ことアジングという我々のやってる釣りに関してはですね、今もこうテレビカメラなんかでも相当僕は当てられるんですね。多分写真が出てるんちゃうかなと思うんですけれども、でそんな中においてもやっぱりアジは釣れるんですよ。ですからアジングに関しては光は関係ないと思います。ただ光を気にする釣りをされてる方もおられると思います。例えばチヌ釣りであったりシーバス釣りであったり、まあ、一般的に光を嫌うと思われてる魚があるわけですね。やはりその人たちに立ってみれば、まあ、明かりを照らすということが迷惑になるということもありますので、ご自分一人の時には全く問題はないと思いますけれども、もし複数の人がおられる時はその辺は気を使うというのがマナーだと思いますので、そこらはちょっと注意して臨機応変にやってください。ステッカーがありますのでこれをプレゼントします。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。